今日も鈴鹿ツインサーキットに来てますが、今日は1台紹介したいバイクがあります。さあ、 SR の部品がもうほとんど残っていない SR です。今年の僕の一番のライバルです。はい、じゃあオーナーに来てもらいましたので紹介してもらいましょう。ゆうきさん、よろしくお願いします。あ、お願いします。じゃあちょっとこのスーパー SRX、はい、SRX や SR 特徴紹介してください。何が言いたいですか。とりあえずあの SR の部品はない。 SR の部品はない、全くない。じゃあ残ってる SR の部品をまず教えてください。ノーマルタンクとタコメーターだけです。あ、意外とタコメーターはノーマルなんや。はい。あとはもうなし。なし。あとはエンジンの側ぐらい。そうですね、側だけです。じゃあ今回昨シーズンから一番の、バージョンアップポイントを教えてください。バージョンアップポイントはフロント周りが一式変わって、フロントフォークが FZ400 の、インナーチューブ 41π の太いやつを入れたのと、それの取り付けに、アルミの三つ股をトップブリッジのセットです。すごい綺麗な長いって感じかな。今日午前中走ってみてどうですか。午前中は全くそうやったんで、何とも言えへんけど、でもあのホイールも前スポークホイールで、でキャストに変えた。もうスタビリティは抜群で全然いい感じ。全然いい感じ。コーナーの突っ込みとか、ああいい感じ。なんていうの、やっぱ安定感がだいぶ増したかな。まあ前回のね、車体も少しまたがらしてもらったんですけど、よくこれでついてくるなというやっぱり SR と SRX は違うなと、はい、思ってたんですが、アドバンテージがどんどんなくなっていって困ってるところです。あとは他に、今シーズンに向けて大きく変えたところはありますか。あとはブレーキ周りを全部サラで、一式変えたんですけど、これがブレンボの、CNC のレーシングのマスターで、見るからに良さそうですね。で、あとは、ディスクの厚みがこれ 5.3 ミリやったかな。5.3 って珍しいですね。珍しい。前5ミリやったけど、5.3 になって、キャリパーがこのタロックっていう、ちょっとあんま見たことないと思うんですけど、イタリアですね。イタリアのやつに変えて、で、あとリアが、キャストにするときについでに、前ドラムブレーキやったけど出したので、ドラムやしシューが減ったんで、真ん中の、イランブームがなくなったんで、だいぶそのジャイロが減って、動きもなんか声もやっぱちょっと軽い。これは何のホイールなの。これはあんまりオーピラには言えへんけど。何それ。これをもらった人から、あんまオーピラには言わないでくれっていう。じゃあ謎のホイール、謎のホイール、見る人が見たらわかると思うんだけど、じゃあここはあんまり掘らないようにしてほしい。某メーカーの某機械についてたホイールを。あー、なるほど、なるほど。ほとんどワンオフみたいな感じで、簡単に作れっていう話やったんですけど、内容を聞いたら、シャフト打ち替えとかハブを一本、ワンオフやん、それぐらいいりますよね。そう、じゃなくて受けてるっていう感じ。これも逆転にするためになかなかの角度の、シャフトが入っているのと、あとはパフォーマンスダンパーですね。これは、これをつけた前とつけた後の車体は、各にはフロントとセットに変えてるんですか。いや、
これは前からつけとったんで、あ、まあまあ、うん、でも効果は実際そのこれつける前とつけてへんの、うん、やったら違う感じ、全然違う、初期の微振動が出るから、まあ、ツーリングとかするときでもなるほど、だいぶ効果あるし、バーツかな。サーキット走行でも違いがあった。そうだ、サーキットはどうやろう、さっきもつけっぱなしだから、あ、そうか、外して走ってへんし、分からへんけど、うんうんうん、であとこれは、ナブのバルブがついてて、あれは何、これは何、あ、これただ油温拾ってるだけ、あのアダプターつけんのにセンサー拾うのにつけてるだけのやつや、ね、うんうん、まあ、あえっとあと中が、まあ、見にくいけどキャッチタンクがチタンのやつで、うん、まあ軽いなって、うん、で、ナグのバルブはエンブレとか変わりました、あ、エンブレ変わってる、うん、エンブレも緩やかやし、うん、あの回転も上げ、回転も受けも、うん、まあ、そんな驚くほどいくもんでもないけど、うん、まあ、スムーズに引き上がるって感じで、あっても全然感いい、うん、買った方がいいパーツですね、うん、買ってもなくてもっていうよりかは買った方がいい。 UCR は39はもう昔から39、昔から39、これも結構ジェットで特性って変わったりする感じですか、あ、メインとか、うん、そう、いや、どうやろうね、あんま大きく変わることって、うん、もうある程度自分の中で、うん、あの何番、こういう時は何番って決めてるかな、うん、大きく変わることない、うん、冬やったら番でこんだけ上げて、夏やったらこんだけ下げてっていうのが自分の中にあったら、うん、なるほど、けど、まあ、39、排気量上げてたらこのいい感じ、400何台やったらやっぱでかすぎる、上は伸びるけど下がアンテナ弱い。リアサスはこれ前からこれですか？リアサスは前からこれ、うん、サーキットツイン走るのと、はい、あ、でもこれはサーキットだから峠走ることはないのか、そうなの、看板もないし、うんうん、そういうものにもない、なるほど、はい、まあ、細かく紹介しだしたら終わらないんでこれぐらいにしようと思います。あ、これだけ紹介して、あのキーレスこれ、あ、なるほど、これ自慢の一つ、はい、あの鍵はレースアップでいらんなと、うん、オンとオフでもうこれだけ、これだけです、あ、なるほど、でね、だからオンとオフ逆なんが響くわへんし、オンオフと手に切れた、まあこれは盗難防止のトラップとして、はい、じゃないと何もないもんね、無防備やもんね、無防備です、まあキックかけれるかっていうあの敷居はあるけど、まあ SR 乗ってる人だったらかけれちゃうかもしれないね、そういうこと、なるほど、はい、じゃあこのバイクが欲しい人は走り去ってください、はい、はい、じゃあありがとうございます、ありがとうございます。